まずは多摩地域です。多摩市の IT 企業が昨日、石川県宝達志水町とオフィス開設に向けた調印をしました。来月以降、一部の社員が町内の学習センターに設けられたサテライトオフィスで仕事を始めます。宝達志水町は1年以内の正式なオフィス開設を予定しています。八王子市は子ども将棋大会の参加者を募集しています。申し込みはメール、ファックス、はがきで受け付けていて、締め切りは来月6日までです。続いて23区です。港区では今年11月20日にハーフマラソンを開催します。新型コロナの感染状況から現時点では開催可能とみていて、来月4日から参加の申し込みを受け付けます。